やあ、ドク。ん？お前さんは。俺だよ。鉄仮面だ。もっとも、今はアルフェンだけどな。アルフェン？確か、スルド、それじゃあ、カラグリアを解放した英雄は。アルフェンだよ。それに。だとしても、大したもんだ。そちらはレナ知っているのか？お前のことと一緒で、噂程度にはな。ドク、彼女は？ありがとうよ。レナに礼を言う。レナに言ったわけじゃない。あんたに言ったんだ。私は、私の…もちろんそうだろうと。だが、お前さんたちはスルドを倒し、その結果…ありがとう、ドク。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝し、それで。わざわざ世間話をしに…ああ。そう、ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが。うん。衰弱となると、需要競争の類か。そうだ。キルド駐屯地はあさってみ。いや。レナ兵が逃げ出して、すっかりもぬけの殻だそうだ。わかった。キルド駐屯地。確か線路脇に建物があったな。手早くお願いするわ。読むだけじゃ意味がないわよ。火には慣れているつもりだが。嬉しそうね。俺が？よく知ってる人から感謝されて、やっと実感。あの老人も変わってるわ。ドクマか？そうよ。私に礼を言うだなんて。あの年まで虐げられ続け、もうレナにへつらう必要もなくなったの。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言う。それが変わってるっていうのよ。石でも投げられたらよかったのか？そうじゃないわ。
ただ理解できないって。さあ目的地に着いたわよ。これか？私が知るわけないでしょ。迷っていても仕方ない。これを持って帰ろう。間違いないことを願うわ。また来るのはごめんよ。念のためウルベゼクに戻る前にドクに見せて確かめた方がいいかも。手短に願いたいものね。万が一間違った薬だったらまずい。戻る前に毒に見せて確かめよう。うまいこと見つかったか。これだと思うんだが。どれ？ああこれだ。これ、ああそうするよ。なあ鉄仮面、この先もそちらの娘と。ああそうか。何かが変わり始めているのかも。何かが。ああわしにもわからん。ただ止まっていたものがウキとお前たちについてあれこれ言う者もいるだろうが、すべきと思うことをせ。疲れたらまた帰ってこい。それまでは思うようにやるといい。ありがとう、ドク。いるもんだな。
行くぞ。どきなさい。飛ぶ相手は任せて。魔王エニス。状況が逆転したら敵はわずか。押し切るわよ。もう一踏ん張りだ。バッタイバー昇竜と。この調子でいきましょう。これで間違いないか。ええ、バッチリよ。本当に取ってきちゃうなんてさすがね。これであの子もすぐ良くなると思うわ。ありがとう。驚いたな。まさかシスロディアからの客とは。シスロディア？このカラグリアのお隣さん、五稜の一つだ。あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだ。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通る時だけだったものね。その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか。いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ。名前はリンウェル。シスロディアの抵抗組織銀の剣に所属。組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか。最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな。よくここまで来た。頑張ったな。おいジルファー、あんたまさか。私は行くわ。アルフェン準備なさい。すべてのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。まさかレナ人どうして。大丈夫だ。訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな。でもだって信じられない。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも。私に触れることもできないくせに。やめろ。アルフェン、お前はどう思う？俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら何とかしてやりたい。ネアズの言う通り敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだと。ああ、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。
やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで今さら止められやしねえや。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか、4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ、こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だが、むやみに殺すなだろ。分かってるよ、あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。行くぞ。国は立つだろうさ。あの向こうに見えるのは何だ。城か。ビエゾとは別の鋭の城に。別の、当然か。鋭は5人いるんだったな。まだ先は長いわ。本当に全てのレナ人を。レナ人をだって俺たちが、お前の炎の剣を得て勝利がただの夢物語。それはだけど、死なないため、殺されないために相手を殺そうとする、その繰り返しの果てにあるのは何だ。だからむやみにレナを殺すなとガナルに言った。連中が俺たちにしてきたことを許すつもりはない。だが自分で積み上げた憎しみに押しつぶされたいとも思わん。憎しみの形は様々だ。たった一つの答えで全て解けるとも。見つかるまで一生探し続ける。お前もそうしろ。自分自身のジルファ、あんたが理由、紅のカラスに出会うまで俺の知っている、いや俺自身そうだったけど、あんたたちは違った。別に難しい話じゃない。奴隷でいることを拒んだ、それだけのことだ。奴隷として死ぬより戦って死ぬこと。逆に聞くが、お前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだ。それはレナに支配されないことじゃないのか。ならレナに立ち向かい、志半ばで死んだ奴は奴隷か。俺に言われるまま訳も分からず死んでいく奴がいたら、そいつは奴隷と何が違う。それは身分だけが奴隷じゃない、逆もしかりだ。俺の奴隷になるなよ、アルフェ。見誤った。
リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくてフルル、フクロウの子フルル。フル、私のたった一人の友達。スカンボだ。さらに逃げやすい。で、囲まれているぞ。冷静になれ。こいつらがまるまると厄介だ。炎よ、巻き込め。どういうの。上げろ。ファーストリング。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。突破するぞ。いくらでいけるぞ。上げろ。さあ、やらせない。倒せぞ。小物に時間はかけてられないわ。存分に力を振るいなさい。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。そうな相手だな。下げろ。バッタイマン来るなら来い。どこだ。逃げこないよ。逃げて車だ。レンガだ。炎よ、バッタイマン巻き込め。ざまないな。気づいた。飛び回るズグルか。厄介だぞ。私には関係ないわ。シオン、撃ち落とすから、その隙に仕留めなさい。飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。分かった。任せてくれ。私に任せて。相手には困らないな。あのズーグルども、何を襲っていたんだ。こいつは。何？いや、ついでにしただけは。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他のフクロウに会ったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。ハオハオ。あ、フル、せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、フルル。フル。この調子で行きましょう。
シオンはよくまい。どういう意味？俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて。別にそんなこと。単に銃がそういうものだって言うだけ。当たらなければ。やっぱり意識して狙う急所とかあるの？それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる手、あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配。あなただって自由に飛び回れない敵の方が。ああ、ひらひら好き勝手飛び。戦いで敵の動きを封じるのは基本。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦う。休憩するか。なんだ、ジロジロ見て。あなたの格好はダナの戦士なのかしら。そんな大層なもんじゃない。使えそうなものを使って使いやすくいじっただけだ。洒落たジョーちゃんに見られるとちょっと気恥ずかしいがな。いえ、右側に比重を置いているのは利き手だから。それもあるが、戦いばかりでいろいろガタが来ちまってるってのが本当のところだ。そうだったのね。引き手側の装甲を厚く。なるほど。あなたも戦いのことばかりね。十分休めたな。進もここを抜けるのね。どうしたんだジルファ。ああ、すまん。それ指輪？女房の形見だ。女房って、あんた結婚してたのか。意外か。形見ってことは亡くなったの？そのレナのせいで。いや、病気だ。薬が手に入らなくてな。あっけないもんだった。あいつにも見せてやりたかった、この先の世界をな。ジルファ。気にするな、言っておいてなんだが、別に珍しい話じゃない。でも、行くぞ。弱い者いじめは好きなのだが。
調子がおかしいな。本当におかしくなってるわよ。そうか、なんとかしまえば。こっちで、ここが踏ん張りどころだ。そうなんだ、俺たちが引くわけにはいかんのだ。終わりよ、炎よ、夏コメ。まさか石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。他にどんなのがいるか想像もつかん。油断するなってことか。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味、どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き、申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなか。俺たちはいいのか。それは…でもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。階段や柱。俺もここに来るのは初めてだからな。
にしては随分ボロボロじゃないか。知らないし興味、ここダナの遺跡だよ。ほら柱の、そつまりここは300年以上、何のためのもの、俺たちの先祖もこんなものを、いつかまたダナの人たちがここをしっかりしろ、そのためにお前、そうか。